はい、皆さんこんにちは。内閣総理大臣の、岸田文雄です。日本スタートアップ大賞2023、表彰式の開催にあたりまして、お祝いのご挨拶を申し上げさせていただきます。大賞をはじめとする各賞に選出された皆様、この度の受賞、誠におめでとうございます。大賞の栄誉に輝かれたスマートニュース株式会社は、情報の偏り、社会の分断というグローバルな社会課題に対し、世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける、これを使命に、日本はもちろんアメリカ等の海外市場に進出されています。本日お集まりの皆様のような社会課題の解決を担うスタートアップは、まさに新しい資本主義の考え方を体現されておられます。スタートアップ政策を強化すべく、5カ年計画として、スタートアップへの投資額を5年後の2027年度に現在の10倍を超える10兆円規模とすることを打ち出しました。その実現に向け、人材、資金供給、そしてオープンイノベーションの推進、この3本柱で取り組みを強化してまいります。このストックオプション制度の充実、あるいはベンチャーキャピタルの強化、インパクトスタートアップの支援など、具体的な政策をスピード感を持って動かしてまいります。また世界のスタートアップエコシステムの拠点への起業家人材の派遣事業の第1弾として、明後日皆さんに続く9社のスタートアップがロンドンに旅立ちます。本日受賞された皆さんは、こうした後に続く起業家の憧れであり、モデルとなる方々です。ぜひさらなる事業の発展、そして社会課題の解決に挑戦していただきますことを期待しております。結びとなりますが、お集まりの皆様、そして日本のスタートアップの今後ますますのご活躍、そしてご発展、記念させていただきまして、ご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。表彰状、日本スタートアップ大賞内閣総理大臣賞、スマートニュース株式会社鈴木健殿。貴殿の会社は、日本スタートアップ大賞2023において最も優秀と認められました。貴殿の会社による新事業の創出は、我が国の起業家の範たるものと認められますので、ここに表彰します。令和5年、6月9日、内閣総理大臣岸田文雄、おめでとうございます。それでは記念撮影を行ってまいります。スマートニュース株式会社の皆様、おめでとうございました。ありがとうございました。マイクロファイナンスの中におります。デジタル化を進めておりまして、お客様らにもより便利な、コストも安いサービスを届けることができております。今は、ご家族170万世帯の方々にサービスを受けておりまして、お客様の世帯に人口でいうと850万人ぐらいになっております。もう2030年までに年間石炭世界銀行を作っております。しておりまして、まだまだ今は5カ国なんですが、50カ国1億人にサービスを届けるためにこれからも頑張ってまいります。はい、はい、
はい、お願いします。はい、日本の GDP を増やし、明日がもっといい日になると思える社会というみたいな、我々やはりこう人口が減ってしまっている日本の社会の中でいかに労働生産性を増やせるかということを目標に授業を営んでいます。ご存知の通り、日本の生産性めちゃくちゃ低い、アメリカの半分しかないという状況です。で、やはりこの生産性の低さの原因というのが ICT コンソービリティ、これあの日本アメリカの3分の1しか非常にその IT 投資が進んでいない、これがやはりあの生産性が低い主要要因の一つになっているというふうに言われています。そこで我々はこう世界に通用するような本当に世界基準の素晴らしいプロダクトを作ることで、この日本の生産性を高めていこうというふうに考えています。はい、ちょっとあの触っていたことができなかったので、うん、あのニュースプロモールサイドというポッシュのコンテンツとリベラのコンテンツ両方比較するというのをちょっと触っていただけないでしょうか。スワイプしていただいて、ここニューニュースに移動します。ニュースとあの、まあ、そうですね、このポッシュのコンテンツですね、が、まあ、例えばホームページが出てきたりとかしました。左にこうすると、例えばホームページが出てる、これと同じテーマに関して、まあ、あの違う視点というのが同時に見れるような機能というのを実際に2020年の大統領選挙でたくさんの方々に使っていただいて、大統領を選ぶというプロセスにあの貢献したんですけども、まあ、来年はまたアメリカの大統領選挙があって、今度は生成 AI でどんどんこうフェイクニュースが蔓延していく、人間のコンテンツよりもフェイクニュースの方が当社目で増えていくのが来年は予測されると、まあ、それに対してどうタックルするかというのを検討していて、例えば今これまだあの開発検討中ですけども、その2つの人間 の、まあ、この考え方が違う人たちを AI がモデレートして、まあ、そのお互いの理解が深まるような AI ちょっと作れないのかということを今検討しています。はい、まあ、そういうことはいらない。はい、ありがとうございます。生産者さんから消費者の方が直接食材を取り寄せられるあのオンラインの直売所のようなサービスで、こういう形であのいろんな商品があのアプリで生産者さんが出品されているのが見れるサービスをやって、ここで見て、はい、買うと消費者さんのところに生産者さんから直送で、商品が来ると。今日生産者さんが来ていただいているんですけど、電子レンジの使って、電車を使って工場、物を作る、そういう会社です。で、昔から電子レンジってあってですね、まあ、面白い技術だと言われてたんですけど、なかなかこう大型ができる工場なんかで使えないって言われてるところを、電子レンジを大型化する、はい、大きな工場を作ってですね、で我々はそこでチャレンジをして、世界で初めて大型化成功しました。障害のある方がお持ちの身分証があります。これは私は4歳の時から、日本で283種類、はい、283も、はい、都道府県、そうです、おっしゃる通りです。自治体ごとに一番、ね、バラバラなんですね。なので、それを今後電子化できた方がいいだろうということで、今電子化しました。これマイナポータルとも、すでに連携をしてまして、JR とかバスとかタクシーとか飛行機とかいろんなところで使えるようになってます。はい、ただ問題がまだありまして、障害者が持ち歩くものがこの身分証以外に、例えばタクシーだったらこれ、関西だったらこれ、関東だったらこっち、バス、地下鉄ということでバラバラなので、今後これを電子化できるようなというのが一つ取り組んでいるところですね。はい、スマートフォンアプリでマネージメントしよう、はい、そういうサービスをやっています。建築業界はご存知の通りで労働生産性の低い状態になりまして、人手が高齢化と新規入職者がなかなか来ないというのが不足しています。木造の大工さんですね、30万人ぐらいなんですが、10代の大工さんが2000人しかいないというところまで来ておるというところです。またインボイスだったりとか残業規制だったりとかで、本当に建築経営自体が DX しないという状況になってきております。あとことは今建築業界でですね、15万社以上で建築所有者は500万人いると言われているんですが、10% ぐらいが
職人さんがアプリで使うサービスですか、うん、使うところまで広がってきました。はい、我々はですね、この着陸船を開発してですね、世界で初めて、飛ばしたわけですけども、我々ともですね、ミッション2、ミッション3と継続的にですね、事業として取り組んでいます。で、今ですね、これから、2024年に2回目のミッションで飛ばしますが、今回着陸は失敗したんですが、原因は非常に明確に分かりましたので、次しっかりですね、改善をして確実に着陸できるようになると思います。で、今ですね、この宇宙産業というのが、月のミッションですね、増えてきておりまして、特にアルティメス計画ですね、アメリカ中心になってますが、アメリカもですね、民間企業の力を使ってやっていこうということで、我々実は3回目のミッションですね、NASA の月面の物資輸送のミッションですね、受け入れておりまして、スケールグローバルで事業をさせていただいて、でそれ2020私自身は内科の医師をしておりましてですね、病院でですね、岸田首相これまで病院行かれて、アプリを処方されたことございますでしょうか。はい、今実はですね、ちょっと多くの医療機関でですね、医師が薬ではなくてアプリを処方するという新しい治療がですね、もう実は2年前から始まっております。このような形、今病院だと大体お薬を飲んで治すか、もしくは手術で、メスを使って治すとかというのがありますけど、アプリを医師が処方して患者さんはですね、毎日使うんですか。はい、でそれで治療になる。そうなんですよ。実際に生活習慣病、まさにこちら高血圧とか、はいはいはい、あと禁煙とか、うん、あとはその精神的な疾患をですね、アプリを使って日々の生活習慣を正すことによって病気を治すと。で実際にお薬と同じように治験という臨床試験をやってですね、当社のアプリを使うとですね、実際当社の高血圧と禁煙のアプリは高血圧のお薬と同じぐらいの効果をですね、証明してですね、薬事承認をいただいたというところでございます。そう、実際にこちらパネルを使って説明させてください。はいはい、去年薬品医療器具の輸入超過が多分5兆3000億円。食品の半分ぐらいなんでかなり大きいと。で、これは医学部の医者がやはり産業に貢献しなかったと思いまして、慶応の医学部から今18社のスタートアップベンチャーができています。で、そのたらばそのお兄さん感があります。ぜひ新しい医学部初のベンチャーをどんどん作っていきたいと思います。で、で、私たちがやってるのは禁止問題で、岸田首相も禁止ですよね。これ今 80% から 90% の人類が禁止になりつつあるんです。で、これは眼鏡をかければいいだけじゃなくて失明の原因になることが分かって WHO もこれ非常に危惧しています。で、今まで治療法がなかったんですが、2007年に外で遊んでると禁止にならないっていうのをジョーンズさんが見つけて、なんで外でということになりました。で、台湾ではすでに法律を変えてですね、子供たちは外で遊べっていうことをしたら禁止の率が世界で初めて下がり始めました。で、実は外で行ってるとバイオレットライトという光があって、部屋の中には全くないっていうことを我々が見つけた。